おしまいに、沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、軟弱な地盤が広がる大浦湾側で今月始まった本格工事に関し、沖縄県は防衛省沖縄防衛局との協議が打ち切られたと明らかにしました。沖縄県は環境保全などの規制がついていないとして工事の中止を求めていた。しかし沖縄防衛局は、県との協議は尽くされ、環境に配慮しながら工事を進めていく通告があったということです。さて今日はジャーナリストの青木治さんとご一緒です。僕来週ちょっと沖縄に行く予定なんですけれどもね、はい、もちろんこれ言うまでもなく、本当に言うまでもなく、沖縄に集中しているその在日米軍基地の問題で、ね、その事故や事件や犯罪なんかに苦しめられている、あるいは過重な負担に苦しめられている沖縄の負担をどう軽減していくのかっていうのは、これ問題の本質で、沖縄の人たちが嫌だって言ってるのに、この基地建設を強行するっていうこの現状が最大の問題なんだけれども、と同時にこれ僕ら全員っていうか、別にその沖縄の問題って沖縄の問題じゃなくて、むしろ押し付けてる僕らの問題なんだけど、そうなんですね。でもことさらこの問題に関して言うと、その沖縄に押し付けてる問題とプラスでね、考えなきゃいけないのは、こんな基地できるのっていうのを本当に真剣に考えなきゃいけないですよね。だから今回、この大浦湾側のいわゆる軟弱地盤っていうのがある。で、何メートルも深さの軟弱地盤をこう砂の杭を何万本ぶって埋め立てるんだけど、その90メートルなんてやったことがないんですよ。今まで工事実績がないし、だからそのための船もないんですよね。ところが今回70メートル打てば大丈夫だって言って始めるんだけれども、そのこれその本当にそのできるのかだとしても、ズブ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 沈んでいって、またさらに工事だってことになっちゃうんじゃないか。で、果たしてそんな基地が使えるのかっていう問題もあるし、金銭的にも言うと、これね、当初よりももう本当予算が膨れ上がっていて、これ9000億って今政府は言ってるんだけれども、はい、でもまだこれから軟弱地盤を埋め立てなきゃいけないのに、まだ半分も埋めてないのに、もう4000億以上使っちゃってるわけですよね。半分ぐらい使っちゃってるわけですよ。9000億で済むわけがない。で、これ沖縄県なんかは試算として2兆数千億って言ってるわけですよ、最終的に完成するのに。2兆数千億って、これ別に沖縄県の予算じゃないですよ、僕らの税金ですから。2兆数千億かけて本当にできるかどうかもわからない。だから沖縄の人は本当にやめてくれっているような工事を今強行しているっていう現状。これね、その例えばアメリカの議会でこれをその話し合ったら、できるかどうかもわかんない。で、地元も反対している。で、場合によっては2兆3兆なんていう金がかかりますよなんていうのだったら、アメリカの議会通らないですよね。それが日本の議会だと通るっていう、あるいは日本の政府はこれを強行するっていう、この状況は2兆数千億下手するとドブに捨てるっていうか、この綺麗な海を埋め立てるっていうか、海の中に全部ばらまいちゃう。で、しかもその海を失わせるっていうことも含めて、これ本当に真剣に大丈夫なのっていうふうに、沖縄の人たちだけじゃなくて、それこそチキさんの言葉借りれば46都道府県の我々が声を上げないとまずいんじゃないかってするんだけどね。オリンピック万博と一緒にするのはあれかもしれないですけど、予算を何か決めた時に膨らみすぎじゃないですか。なんかの事案でも当初予算の半分で済みましたみたいなニュース原稿って読んだことがないんですけど、そうなんですよ。膨らんで膨らんで仕方がないっていう。でも防衛関連ってみんなそうでしょ。だって例えばイージス発射場だって陸上イージスへのを秋田と山口に置くって言って、で、結局それはね、確か河野太郎防衛大臣の時に、その秋田 そのイージスの測量があまりにもめちゃくちゃだったからっていうことで、それは英断だったと思うけれども、やめますって言ったんだけど、ところが陸上イージスのイージスシステムはもう買っちゃってるもんだから、これそもそもだって自衛隊欲しくなかったんですよね、陸上イージスなんて。あれは当時の安倍政権がトランプさんにごまするために買った。で、陸上イージスを置こうとしてあげるとも置けなくなって撤回した。で、今度この陸上イージスを買っちゃってるもんだから、どうするかって言ったら船に乗せるって言って船を今作ってるわけですよ。この金が、小単位です、お金が。結局ね、だから最初陸上イージスで2000億3000億4000億ってしたのが、結局船なんです、小単位のお金がかかる。だからこの辺野古にしても、そのイージスシステムにしても、最初数千億ですよって言って、最終的に超ですね。で、自衛隊は実はあまり欲しくありません。この辺野古で言えば本当にできるかどうかも分かりませんみたいな話に、桁が違うでしょうと。それはだって教育だったり子育てだったりとか、本当にそのね、貧困対策だったりとか、お金いった必要なところいっぱいあるのに、防衛予算は倍にしますって言って、町のお金を全部使いますみたいなことをやってて、この国ってどうなってんだっていうふうに僕は思いますけどね。この後はフロントラインセッションです。
現在は宜野湾市議会議員、そして、9月1日告示、9月8日投開票の、宜野湾市長選挙に向けて準備をしています、市長予定候補の東原勲と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ずっと続く強化を している基地の固定強化もしている予算上も見てですよ。でどんどんこの部品が落下してくる。でね、こうあの体育の時は避難する訓練もしてるって言うんでしょ。シェルターに逃げる訓練ですね。でしょ。でシェルター作っちゃいましたからね。これどうですか、地元のこう方として、あの東原さんはどう思います。まあ本末転倒というか対処療法ではダメですよね。はいはい、はいはい、もうみんな基地は危険だと、うん、爆音被害だけじゃなくて、うん、落下物の危険性とか、うん、あるいは墜落の危険性とか、うん、重々分かってるのに、うん、防衛省はじゃあ逃げる訓練しましょう、体育の授業やってると先生方に指導して、はいはい、で防衛省の職員もこう、うん、4名ぐらい配置されて、うん、あ今ヘリが飛んできました、シェルター逃げてくださいって言って、うん、この野球で使うようなシェルター作ってしまったんです、うん、何が正しいのか、うん、何が詭弁で、うん、何が作り話なのかとかっていうのがこの国でよく分からなくなっているんですね、うんうんうん、その避難計画とかってね、はい、あの八重山、石垣、宮古、与那国から避難計画とかって12万人を6日間で動かすよとかって、はいはいはい、でこれ担当者に聞いたんですよ、うん、で船一隻とあとは航空機ですって、うん、船一隻ってまあね一度に輸送できるのは船がいいんだけども、うん、しかし鹿児島に行くにはまあ、2晩ぐらいかかるんじゃないですかと、うんうん、那覇まで出るのに一晩、うん、那覇から鹿児島 に一晩でしょ、うん、で一隻でだから往復 4日かかるわけですよ。6日で動かすって言ってるからもうほとんども無理な話を彼らはやっていて、うん、で一つ普天間について言いたいのは、今あの東原さんの今回対抗馬になりそうな、はいはい、まあ、なると言ってる佐喜眞さん、うんうん、県内のすべての首長はこれにサインしてるんですよ。当時の尾長那覇市長が音頭取りをして、で佐喜眞さんそれにサインしてるんですね。でこれオスプレイを普天間に配備するなと言ってるわけね。でオスプレイを普天間に配備しないということは海兵隊が運用できなくなるから、海兵隊は沖縄から出てけっていうのと一緒なんですよ、合理的に考えればね。ところがそういうふうな決議をしてるにもかかわらず、辺野古に賛成とか反対とかで今割れてるでしょ。じゃああの時の議論は何だったんですかと思うわけね。だから本土でもそうなんだけども、ね、実は沖縄の方でもしっかりと議論ができてるのかということを、うん、やっぱりあの僕はあのいつもそういう問題意識を持っているんですね、うん、だからあの佐喜眞さんがね今度その多分、うん、辺野古は賛成せざるを得ないとかっていうスタンスで来るかもしれないけども、うん、あの時の署名は何だったんですかとか、うん、本当にあの普天間にどのぐらいの兵力があって、それがなんでこっち沖縄にないといけないのかっていうのを ご承知の上でそれ言ってるんですかと、うん、いうふうにね、そろそろちょっとギリギリとね議論を詰めていくべきじゃないのかな、うん、いつもその経済が先か、うんうんうん、まあ、経済が先かって経済政策大体その沖縄の自民党だってさ、うん、大したもの持ってないわけさ、うん、沖縄がどういうふうにすれば経済的に発展するかなんてのをちゃんと見せてくださいと言いたいんだけど、パイプ論でしかないわけ、うん、政府からパイプがつながってる自民党、うん、でそこからお金を持ってくれば沖縄は発展するんだと、もうこれしかないわけ。しかしそれが正しいのであれば過去50年間これやってきたでしょと、うん、じゃあどれだけ沖縄発展したんですかと、うん、確かに発展してるけども所得再開からずっと脱出できてないのは何でですかとかですね、うん、だから基地返還をして経済発展をする北谷町を見てくださいと、うん、北中城村のイオンモールライカも見てください、はい、那覇の新都心見てくださいと、うん、これも明らかなんですよ、うん、だから尾長武さんは、うん、前の知事は経済の最大の阻害要因であると言ったので、おそらくもう保守側から見てもそうなんですよ。だけど分断をしてるのは誰ですかと言いたいよね。そもそもっていうことで、はいはい、こう普天間基地ってこうどれぐらいのものなのっていうことで、うん、すぐにでも移転できるっていうのをこの番組でも何回も言ったと思うんですけど、そうですよ。これちょっともう一回こうお話ししてもらっていいですか。普天間、普天間って、はい、まあ、オスプレイが、ね、うん、24機ですよ、うん、24機で果たして何人あの運べるかっていうと、うん、まあ、1機当たりそうですね24人ぐらいしか乗れないので、うんうん、24×24 なので、うん、
まあ、600から700、うん、だけどこれって稼働、オスプレイって稼働率むちゃくちゃ低いので、うん、だいたい6割ぐらいしか稼働してないって言われてるんですよ、うん、だからそうするとこの半分ぐらいでしょ、うん、300ぐらいでしょ、300ぐらい運べて何ができるのって話、うん、しかも海兵隊って6ヶ月間、はい、あるいは8ヶ月間、うん、沖縄にいませんから、うん、巡回してますから ね、 あのね、どん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 あのアジア太平洋地域をパシフィックツアー、うん、パシフィックツアーをやってるので、うん、ちょっと今発音良かったかなパシフィックツアーをやってるので、うんうんうん、あのいないんですよ、はい、だからあの年間もう半分はその普天間ってあるだけなんですね、はい、で残ってる飛行機がこの飛行訓練をするだけなんですよ、だからなんか有事のために必要なんだとかって言ってる、うんうんうん、あの防衛省の職員とか、はいはいはい、全く海兵隊のこと知らないなと、これはもう確信持って言えます、うんうん、あの本当に知らないんですよ、あのもう何度も私防衛省の人と議論してますけども、うん、あの知らない、でそのだけど、うん、例えばそのすぐなくなすと、うんうん、行政的に厳しいんですよ、あれだけのさ480ヘクタールぐらいでしたっけ、480ヘクタールのものにどれだけの年月をかけてアトリエを作っていくのかっていうと、うん、これもう北谷だって30年以上かかってますからね、はいはい、あの新都市も30年ぐらいかかってますよ、うん、だいたいそのぐらいのスパンなんですね、うん、だからすぐ返せって言っても行政的に非常に厳しいので、うん、これをそのアクションプランを作っていって、うん、俺たち宜野湾はこういうふうなプランで宜野湾を再生させるんだとか、うん、これも市長の仕事であって、うん、多分これはそのあっち方のですね、あっち方ってどっち方かよくわからんけども、うん、その佐喜眞淳さんの方ではできない話、うん、あの辺野古ができるまで待たんといけないから、辺野古なんていうのは、うん、今の防衛省の説明でも12年かかるわけ、うん、12年かかるんだったら市長3期しないといけない、うん、これから、うん、3期できますかって話ですよ、うん、ギリションできるかもしれないけども、うん、なかなか厳しいですよね、3期っていうのは、うん、3期 やるまでじゃあ佐喜眞淳さんは何も仕事しないんですかって話ですよ、本当そうですよね、うん、もう本当になんかね現実的に考えろと、はい、自民党の皆さんに言いたい、現実的なプランをどうやって立てるのか、うん、皆さん考えてくれと、うん、でこれ辺野古6カ年かかって全体の 16% しか進んでないんですよ、うん、あと 84% 何年かけるんですかって言ったら、うん、今のその流れでいくと40年とか50年とか普通にかかるんです、これで今防衛省は12年で作りますなんて言ってますけども、うん、今 あの埋め立てのスピードの4倍速くしないといけない、4倍速で工事しないといけないんだけど、これから何工事が始まるんですよ、だからもう全く嘘っぱちで、嘘っぱちを信じているふりをしているのが今の県沖縄県内の辺野古賛成派の人たち、うん、おかしな話じゃない、だからそのね自民党のこの金権政治、ね、あの裏金問題もそうだけど、結局どこ見てやってるのって自分たちの言葉、うん、こう還流するっていうことばっかりのシステムを守るための選挙ばっかりしかやっている、あもう今もう本当にその通りです、うん、もう真実ですよそれが、うん、その裏金を作るため、はい、キックバックを得るために公共工事を沖縄でずっと続ける、うん、これはむちゃくちゃ美味しいですよ、もう中抜き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 、それで、うん、東原さん昨日朝の挨拶で、うんうん、凱旋演説で言ってたけど、はい、後契約条例を手掛けたい、うん、何条例ですか、後契約、後契約、後契約条例、公の、あ、はいはいはい、そうそう、だから公共工事を、はいはい、そのクリーンにする、もう中身を見えやすくするっていうものなんですけども、うん、今の中抜きをなくすっていうことなんですよ、なるほど、はい、中抜きをなくせば宜野湾市で働いてるこの建設業の人たちの所得が上がります、うん、そうですよね、確実に上がる、うん、だからそれをやるというのは、うん、あっち方ってどっち方か分からんけども、うんうん、あっち方はできません、うん、なぜかというとこれはもうピラミッド型のですね、はいはい、大きな会社の有利になるように今、うん、あの仕組みができてますから、選挙がなったらもう動員でね、いろんなこう建設業関係の方って、うん、ね、こう動員されるでしょ、でもこの公契約のこの条例を作る、はい、を作ればですよ、はい、自分たちの収入上がるんですよ、そう、どこ見、従業員の方はね、どこ見て選挙した方がいい、はい、っていうことですよ、ね、本当かわいそうだな、うん、嘆かわしいなと思うのは、うん、その従業員の皆さんが朝早くから動員されるでしょ、うん、あれ自分たちの給料を減らすために動員されてるというふうにも言えるんですよ、うん、本当そうですよね、うん、だってその仕組みをさずっと続けましょうという、うん、中抜き裏金、ね、キックバック、うんうん、これを作るシステムをですね、うん、あのずっと続けていなければあの、ね、作業着を着た朝早い時間の手振りはないですよ、これがね、ちょっと提案があるんですけども、その普天間飛行場ってその国有地と公有地と民有地の割合ってどのぐらいなんですか、だいたい今
8単位で民有地が多いと思います、うん、ですよね。そうなんですか。民有地に対する基地交付金というのはないんですよ。あ、軍用地料あってもね。あ、そう、軍用地料はあるけども、はい、基地交付金というその制度が全国であるんですけども、これ1957年に制定されているので、うん、沖縄の事情は全く見られてないんです、うん、国有地の面積に対する基地交付金 の算定割合なんですよ、うん、でこれはそのみんなプールで、うん、総額決まっていて、うん、それをどのように分けるかっていう話の中で、うん、国有地の面積割で全国で配分しましょうっていうのに決まっているんですね、うんうん、で今東原さんおっしゃったように8割は私有地なので、うん、土地代払われてるから、はいはい、その市に対しては固定資産税が入ってくるからいいでしょって言われてるわけ。あ、ところが国有地2割分しか入ってきません、はい、しかしこれはですね、国有地の面積で算定するっていうのがそもそもおかしな話で、うん、この迷惑料なんですよこれ、はい、町のど真ん中をこうえぐるように取られているので、うんうん、例えばこの消防を作るのもいくつも分屯地を作らないといけないんですよ、うん、めっちゃコストかかります。コストかかるわけ、うん、だそういったものに対する迷惑料なんです、うん、だけど国の今の制度は1957年から続いている今の制度は国有地割合なんですよ。これで沖縄ってものすごく損してます。でこれを是正しようというふうにぜひ声を上げていただきたい、うん、そうすると基地交付基金が何億と増えます。何億と増えたお金の原資で例えば給食費の無償化とかですね、はいはい、今おっしゃった国保の小学校に入るまでのその無償化とかそういったものの財源に充てることができるんですよ。だからこれはぜひ検討していただいて、はい、もうこれは必ず言うということで念頭に置いてます、はい、というのは宜野湾市民はあるいは沖縄県民は日米に対してこういうそのいろんな負担、金銭的な負担、精神的な負担、金銭的な要求も何でも言えるんですよ、うん、そうです、本当に言うべきなんです、言うべきなんです。そしたらさ、うん、これさ自民党の人たちさ、うん、基地容認に回るんですかって言われて、うん、違うでしょとこれ、うん、なんで皆さんは要求しないんですかって逆に聞きたいよ、うんうん、本当そうですよね。逆に聞きたい。そもそもな、そもそも逆に制度知ってるんですかそもそも、うん、知らないんじゃないの。それで沖縄って相当損してるんじゃないの、うん、鉄軌道もできないでしょ、うん、普天間ぐらい通してくださいよって言いたいよね。そうね、うん、普天間基地がなくなってですよ、うん、鉄軌道こうね北部までこうねやるとねすごいと思うよ。どれだけのこう地域経済が活性化するかですよ。もうさ普天間ってさ、うん、景色とってもいいと思うわけ、ね、緑があり、あそこがさ湧き水もいっぱいあり、あそこが自分たちで使えるとなったらさ、そうもないですよ、うん、もうすごく僕一等地になるから、そうです、なんていうかな、商業地あるいはそのいろんなオフィス街にしても絶対いけると思うよ、うんうん、これをまたこうね大和の方の資本とか外国資本が入らないように地元がもう優先的にやるっていうようなね夢があるような、だから政策とかっていうのをこう考えてほしいんですけど、東原さんどうですかこうね今もう本当におっしゃる通り、うん、食材の地産地消だけじゃなくて、はいはい、やっぱりそういったものも地元最優先というふうにしていかないと、うん、そこからほころびると、うん、ね地元にやっぱりお金を落とす、で地元の方々の、賃金を上げる底上げをしていくという施策をですね、うん、さっきの後継薬条例だけではなくて、はいはい、今食材とても高いじゃないですか。そうですそうです。美男子は今半額助成 給食費の半額助成をしてますけども、うんうん、まあ、公約として県と連携連動して無償化に、うん、無償化にしてもですね、やはりその食材が上がってるので、はい、なかなかそのおかずがちょっといい内容の給食がね、そう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 、それはちゃんと補填をして、うんうんうん、美味しい給食を提供したいな。オーガニックとかね、安心安全で美味しいですよ。6年間3年間この9年間の 食がね、はいはい、一番大事ですから、うん、はい、多分財源どうするんだって多分突っ込まれるので、はい、その時にぜひ基地交付金を言ってください。そうなんですよ。だからあった、財源のこと言わないでって言うけどさ、そうそう、本当それを考えてないのは今のこの補助こうね、事項の 口開けて待ってりゃ、うん、国がね補助金であげるって、うん、そんな政治ってもう終わってますよ多分。いくつも中抜きして、はい、良きに計らえみたいな感じでしょ。どんだけ 損してるかってね、ちゃんと考えましょうよって話で、うん、で実はもう一つあるんですけど、うん、いいですか、はい、どうぞ提案が
PFOS っていうのすごい問題ですけども、はいはい、今ですねちょっとステージが別のステージに一歩上の段階に上がってると思ってて、うんうんうん、PFOS を除去する技術をですねみんなもう世界中が競争してるんですよ、うん、でそれを宜野湾市は国と一緒に例えば環境省と一緒になって、うんうんうん、その技術をこう開発するために、うん、沖縄市あその宜野湾 の, その 地下水も残念ながら汚れてるじゃないですか、はいはいはい、それを除去するその技術をその普天間あるいは宜野湾で、うん、あの先進的な研究をですね誘致するとかですねいいですこれってもう世界がもう大注目です。今あの PFOS フリーの半導体あの EU がですね、うん、あと何年かな来年か再来年あの PFOS フリーじゃないと、うん、あの半導体は売っちゃダメっていうような話になるんですよ。これが今あの多分ね最先端もうあの、先端部分ですごい競争が始まってるはずなんですね、うんうん、だからその PFOS もなくす、うん、宜野湾でその技術を開発する、うん、でそれが宜野湾の新しい事業になるというふうなことにですねつなげていっていただければすごいと素晴らしいと私は思いますけどね。戸原さんいかがですか。いい提案だと思います、うん、ぜひあの半導体もね国策で国に進めてますけどもやはりそのPFAS フリーと PFOS フリーということであれば、うん、その PFOS の, その研究あるいはその除去するような企業、うん、まあもう海外がね欧米が、先端を走ってますけども、うん、やはりその普天間基地に跡地にとか、うん、そうそうまああと別にもありますの、ね、で、うんしっかり誘致というのを研究して頑張っていきたいと思いますね、はい、今の活性炭を活性炭とつぶつぶじゃないですか、はい、それをですねあの粉にして、うん、でフィルターにこう膜で貼ってでこうあの水をろ過すると、うん、その吸収面積が当然広くなるわけですよ、うん、広いからそのろ過あのその除去率も 98%、99% ぐらいになるということで今あの企業がですね、うんあの環境省の認定をもらって今研究進めてるんですけどもだからあの活性炭だけでもなくいろんなその技術がこれからどんどん出てくるし、うん、あのアメリカの国防総省はそれに大金を今回予算つけましたから、うん、あのどんどん進むと思います。その先進圏の沖縄になって、うん、さらにそれをリードする宜野湾市になるということはですね とってもこう未来志向っていうか、うんまあ、負の遺産ですよ当然、はい、負の遺産だけどもそれをもう転換していくというふうなことをですねあのぜひともあのやっていただきたいなと思いますね、うん、最後に、ね9月の8日投開票、はい、これに向けてあの意気込みというか、はい、思いをこうちょっとまとめてお願いしたいんですけども今本当に急な短期間の準備期間の中でですねどうやって私の名前をこう覚えていただくか、うんまあ、これがもう一番の課題なんですけどもまだあの、ま、制作もすり合わせをして21日に、発表いたします。ぜひその相手候補は宜野湾が一番と言ってますけど私は市民が一番、うん、暮らしが一番ということを念頭に、うんぜひ勝って本当に今お話が出てきたように、うん、夢のある宜野湾市づくり、うん希望が持てる静かで平和な宜野湾市づくりというのを構築をしていきたいと思います。ぜひ東原さんをよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当にね夢を語るっていうのが大事だと思います。夢のやっぱりリーダーは夢を語らないとあのやっぱりその地域住民有権者はねもうどこを見ていからない生活がやっぱり一番ですからこれをね語っていけるこう、ね、リーダーをやっぱりこう皆さんぜひ生み出していただければと思ってますので。